見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。タイヤ交換は最大約万円のコストカットが可能。車に乗るすべての人が知っておきたい。ダブルコート、地味に痛い、維持費を抑えるテクニックから続く慣れない道を運転中、意図せず狭い路地に入り込み、死角になっていた障害物にガリッ。車のボディが削れる音ほど、寝覚めの悪くなる音もそうそうない。車の傷はオーナーの心の傷。自動車板金の世界にはそんな言葉があるが、愛車を傷つけた時の絶望感は、その後の日々まで憂鬱にしてしまう。車の傷やへこみは、誰にとっても無縁ではない。筆者は先日、愛車の屋根を洗車している際、脚立から転落し、思い切りドアに脚立の角をぶつけてしまった。へこんだボディに愕然とし、どうにか時間を巻き戻せないか考えてみるが、当然叶うはずもない。失意の底に沈みながら、直すのにいくらかかるか、そもそもうまく直るのか、と、次々に懸念が浮かんでくる。すがる思いでディーラーに見せると、ドア交換が必要であり、少なくとも10万円、おそらく15万円程度の費用がかかるとのことだった。足を滑らせ15万円、悔やんでも悔やみきれない。ところが、町の板金工場に持ち込んでみると、まん丸から修理可能だという。安すぎて大丈夫だろうか、という不安も当然あったが、板金工場の実情を知りたい思いもあり、取材を兼ねて修繕を依頼した。ディーラーの見積もりが高い理由。まず疑問なのは、見積もりがディーラーとこれほど違うのはなぜなのか、という点である。ディーラーが作業を外注していたとしても、差額が大きすぎるのではないか。この点について、工場の代表は次のように説明してくれた。ディーラーの見積もりが高額になりがちなのは、修理ではなく、交換を前提に考えるからです。交換の場合、工賃に加えて高額の部品代が必要になりますので、どうしても高くなってしまいます。確かに、筆者がディーラーに見積もってもらった際にも、ドア交換が必要、という話であった。狭い範囲の凹みであるから、その箇所だけ修理すれば良さそうなものだが、なぜ交換を軸に考えるのか。ディーラーが交換作業を主体に考えるのは、敷地内に板金工場が併設されていないことと関係があります。ディーラーには内製化された工場と、外注の工場がありますが、基本的に店頭には専門の設備がないので、その場で修理できれいに直せるかが正確に判断できないんですね。ここで万が一修理で直ると言って安く見積もりを出し、いざ工場に回したら修理では無理ということになれば、金額が跳ね上がってしまいトラブルになります。当然、対して部品を丸ごと交換するだけであれば、コストの目処もつきやすい。仕上がりの面でも、基本的に新しい部品を使うため、質を担保しやすいわけである。